井筒さんからスピーチをいただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。ただいまご紹介いただきました元、浅川駐屯地にあったね、第31普通科連隊。普通科連隊っていうのは戦争の時最前線に行く部隊で、レンジャー隊員をしておりました井筒隆夫と言います。今もねスワッチからありましたけど、本当にね自衛隊員かわいそうです。何がかわいそうかっていうとね、例えば防衛省職員団体生命保険任意という名の強制保険なんですけれど、安倍さんは戦争する気満々でしょ。だけどね防衛省は戦争する気全然満々じゃなかったの。だから防衛省の職員団体生命保険には除外規定があって、戦争と紛争時の時は保険は下りないんですよ。自衛隊員はね、自分がこれから駆けつけ警護という名の戦場で戦闘行動を起こさなきゃいけないのに、死んだ時の保証金額がいくらかは防衛省ケースバイケースって明確に教えてないんですよ。イラク特措法の時には最高にいい死に方をすると9000万円もらえた。総理大臣からの手当は1000万、最高にいい死に方をした時には1億円もらえるっていうのが時限立法のイラク特措法だったんですね。今は普通に戻っちゃったんで、症術金って言ってね、症状の症に小里辺に血のお金と書くんですよ。症術金の最高にいい死に方をした時は自衛隊6000万、国内で死んだ時ですよ、訓練中にね、その時は6000万もらえるんだけど、南スーダンのこれから戦闘任務をして死んだ時いくらもらえるかはケースバイケースで明確に防衛省はね決めてないんです。殺させんなでしょ。しかもですよ、東日本大震災の時は多くの国民が自衛隊頑張って、原発事故のね大変な最中頑張ってっていう大義もあったし、皆さんの後押しがあったわけですよ。今度のこの安保法制ってどうですか。皆さんの後押しないでしょ。全然わかんないのにさ、安倍さん丁寧に説明するって言って最後まで逃げたじゃん。去年は臨時国会開かない、今年はね最後に予算委員会で小立さんっていう、民進党の議員が最後対案を示した、廃案を示した、議論しましょうって言ったら、自分たちの法案がベストだって言ってのけたんですよ。自衛隊員が死んだ時にいくら払うかも決めないこと、法律がベストですか。国民の多くが不安に感じたり憲法違反って言ってる中で、自衛隊員は特別職国家公務員、憲法を守んなきゃダメなんですよ、自衛隊員だって。そうでしょ、おかしいんですよ。だからそれでね、今日はいっぱい自衛隊の命守れっていうことから、社会保障にお金使え、その通りね。例えば欠陥商品オスプレイ、日本以外の先進国の軍事では一機もどこも導入してないオスプレイをまた1300億使って12機購入とかね、 PAC-3 とか弾道弾とかってあるでしょ、朝鮮半島からミサイルがとかって言ったら、もう終わっちゃった後からね、イリマから市外に運んだりとかやってる当たんないミサイル、あれで2300億2つやめるための保育園問題解消ですよ。公共事業大体年間10兆円使うんですよ。でもね毎年2、3兆円使い切らないの。2、3兆円、2、3兆円あったらね、奨学金問題も介護問題も解消ですよ。公共事業の振り分け方見直せっつうんですよ。それを決めるのは誰、安倍晋三じゃないっていうことを7月私たちの力で見せつけましょうよ。でしょ、本当にね、いい加減にしろっていう話なんですね。少なくとも自衛隊は実戦経験があるっていうのは災害派遣だけだからね、戦場の実戦経験ないんですよ。これからね南スーダンで実戦経験して安倍さん何しようとしてるか知ってます。計画機を売ろうとしてるんですよ。メイドインジャパンの武器が、メイドインのジャパンの武器がね、これまでは国内の訓練でしか使ってなかった。南スーダンで殺し殺されて自衛隊の命を失ってもいい、メイドインジャパンの武器がブレイクしたら中東で売れたらいいって言って、東アフリカにあるジブチっていうね、ところ共和国に自衛隊は半永久基地を作った。その半永久基地の中に駐在員って言って民間の企業の人たちが使える、そういう仕組みも作ってるんですよ。民間の企業が入って何するの、計画を売っ払うんですよ、中東の不安定地域に。そのために自衛隊は戦闘行動っておかしいでしょ。武器で金儲けはやめろっていうの、ね、武器で
テロが、国際緊張が緩和しましたか、目は済みましたか、済みませんよ。日本は救助があるんだから、平和外交でテロとか国際緊張の目を摘む、そういう政治をするっていうことなんですね。おまけにもう一つ言うと、北海道から沖縄までは3600キロあるんですね、約ね。これね、戦争の状況で言うとすごいむちゃくちゃ不利なの、四方八方海だし。それでね、しかもですよ、エネルギーの自給率が全然ない。食料自給率は4割を切って、 TPP がもし通っちゃったらね、農業壊滅って言われてるわけ。こんな国がね、戦争してたちまちエネルギーとか食料ストップされたら完全孤立、長期戦なんかできません。戦争で持ちこたえる国じゃないんですよ。輸出もね、輸入もしないと経済も私たちの食料も安全保障も何もかも持たないんだったら、もっと極東でもっと世界で日本は友好施策で政治を進めろ、外交しろっていうことなんですよ、安倍さん。本当ね、安倍政権ね、ちょっとあの数があるからとかって誇張しすぎ。お前たちの所有物じゃないの、税金も自衛隊も俺たちの生活もっていうことを自覚してください。あのね、民教は野望っていうでしょ。自民党は昔どうしたんですか。公明党に対して政教分離って言って警察署を使って弾圧してたんじゃないんですか。ね、自分が政権に変えたいって言ったら政教分離も全部脇に置いちゃって、公明党と組んで学会票で比例区でいっぱい議員通して、それを野望って言わなくて何を野望って言うんだっていうことなんですよ。野望野望言ったらいけません。まず自分たちから正してくださいっていうことです。最後に皆さん、今日はね、もう本当来てこの現場でコールを聞いていて、もうあの夏っていうかね、去年のことも含めてちょっと涙うるうるもんでした。だけどこのうるうるは勝利の涙に取っておきたいと思いますし、まだまだ我々はね、私たちは頑張りますよ。安倍さんや自民党が思うほど